オリビア8世はイギリスの女優。アルゼンチンのブエノスアイレスの生まれ。オリビア8世の表記の方が一般的である。映画雑誌、スクリーンではオリビアハッシーと表記していた。父はアルゼンチンのオペラ歌手。2歳の時両親が離婚し、8歳で母の母国イギリスに渡る。ドラマスクールで学び、ロンドンの舞台に立っていたところを、 フランコ・ゼフィレッリ監督に見出され、1968年、ウィリアム・シェイクスピア原作の映画、ロミオとジュリエットで人気女優となる。しかしその後は役に恵まれず、テレビ出演が主となっている。2003年、映画、マザー・テレサで、この役を20年間待ち続けたというマザー・テレサの役を演じ、スクリーンに復活を遂げた。 シェイクスピアのジュリエットを演じ、聖母マリアを演じ、マザー・テレサを演じることができたなんて幸運としか言いようがないと語った。私生活では、ロバート・ミッチャムの息子のクリス・ミッチャムと1971年に結婚し、一段児を設けたが、1978年に離婚。金棒化粧品の CM に出演した際、その CM 曲、君は、 バラより美しいを歌った歌手の布施明と1980年に結婚。一男児を設けたが1989年に離婚している。その後、アメリカ人ミュージシャンのデビット・アイズリーと結婚。カズメインディア・アイズリーを設けた。マザー・テレサ公式パンフレット日本版2005年。ありがとうございます。